今日は、英会話は積み木細工のようだという話をしたいと思います。最近私は、手話のテレビ番組を見ております。それは別に手話を覚えたいということではなくて、まあそんな簡単に手話は覚えられないということはよくわかっております。本腰を入れないと覚えられないということはよくわかっております。ただ、興味があるのは、その手話と英会話はなんかよく似ているなというふうな感じがしております。例えば、その手話で楽しいというのは胸の前で両手をこうやるんだそうです。嬉しいも同じようにそういうことを、そういうことで表すというふうにこの前やっておりました。これはですね、英会話でもね、例えば upset という言葉、非常によく使うんですけれど、これは具体的に胃腸が、その、調子が悪くって気分が悪いと、いうときにもアップセットということを使いますけれども、精神的に苛立っているとか、まあ、気分が悪いというときにもアップセットという言葉を使うんですね。で、そのときにですね、ある中国人、日本育ちの中国人、しかも中学生のときから英国へ留学した、その人が、まあ、ニューヨークで証券会社に勤めて、まあ、新入社員ながら2000万稼ぐとかなんとかっていう時に、たまたま日本に帰ってきて、興味があるので聞いてみました。あなたは結局日本語と、日本育ちだから、日本語と英国留学、中学から英国で留学しているから英語と、それからお父さんお母さん中国人だから中国語と。まあその他にもできるようですけれど。私が興味があったのは、その日本語と英語と比べて、どちらがその使いやすいんだと。つまり、小学校まで日本の学校に通って日本語教育を受けたわけですから、日本語の方が話しやすいのか、中学校から英国行って英語教育を受けたから英語の方が話しやすいのかという質問をしたんです。そうしましたらね、彼はその自分の気持ちは日本語の方が細かく表現できる。ただ仕事の面ではあるいは理屈の面では英語の方が話しやすいと、そういうことを言っておりました。私はそれに本当に納得しましたね。その彼の言うことに。私の体験からもそういうふうな感じがします。私はまあそういうことで、例えるならば、日本語は粘土細工。細かなことまで表現できる。ところが、英語は積み木細工というような感じ。その微妙な表現はできないけれども、理屈、通りことを運ぶ、共通の認識としてきちっと、決め事を決めるというのは英語の方がいいというような感じがしております。まあそういうことで今日のテーマは英語は積み木細工だと。